ツバメは、スズメ目ツバメ科ツバメ属に分類される鳥類。古くはツバクラメあるいは、ツバクロと呼ばれた。北半球の広い範囲で繁殖する。日本では、沖縄県でも繁殖する。日本で繁殖するツバメの主な越冬地は、台湾、フィリピン、ボルネオ島北部、マレー半島、ジャワ島などである。全長は約17センチメートル、翼回長は約32センチメートル。背は光沢のある藍黒色で、喉と額が赤い。腹は白く、胸に黒い横帯がある。尾は長く切れ込みの深い二股形で、この尾の形をツバメにちなんで、塩ビ型という。翼が大きく、飛行に適した細長い体型である。足は短く歩行には不向きで、巣材の泥を求める時以外は地面に降りることは滅多にない。鳴管が発達しており、繁殖期になると、オスは、チュビチュビチュビチュルルルルルと比較的大きなさえずり声で、鳴く。日本語ではその生態を反映して、土食て虫食えて口渋いなどと聞きなしされる。さえずりは日中よりも早朝から午前中にかけて耳にする機会が多い。飛翔する昆虫などを空中で捕食する。また、水面上を飛行しながら水を飲む。一部、日本国内で越冬する個体があり、しばしば越冬ツバメと呼ばれる。特に中日本から西日本各地で越冬し、そのような場合、多くは集団で民家内や軒下などでオサムトグロする。日本で越冬している個体が日本で繁殖したものであるのか、それともシベリアなど日本より北方で夏に繁殖したものであるのかはよくわかっていない。泥と枯れ草を唾液で固めて巣を作る。ほとんど人工物に増殖し、民家の軒先などを人が住む環境と同じ場所で繁殖する傾向が顕著である。これは天敵であるカラスなどが近寄りにくいからだと考えられている。民家に巣を作る鳥は他にスズメなどがいるが、あえて人間が多い場所に見えるように作る点で、他の鳥と大きな差異が見られる。巣は通常は新しく作るが、古い巣を修復して使用することもある。産卵期は4から7月頃。一服卵数は3から7個で、主にメスが抱卵する。抱卵日数は13から17日、巣内での育巣日数は20から24日で、1回目の繁殖の巣立ち率は、おおむね 50% 程度と推定される。1回目繁殖に成功したつがいあるいは失敗したつがいのうち、詳細は不明であるが、相当数のつがいが、その後2回目あるいはやり直しの繁殖をする。ヒナを育てている間に、親鳥のうちどちらか一方が何らかの理由で欠けると、つがい以外のツバメがやってきて育てているヒナを、巣から落として殺す行動が観察されている。一方、つがいのうち、メスが欠けた場合は、どこからともなく複数の他のツバメが集まり、その中から選ばれたように人はツバメが新たなつがい、相手となって子育てを継続する様子も観察されている。落ちているツバメのヒナを拾って人間が育てることはとても困難であるし、野鳥なので、日本での飼育は、鳥獣保護法によって禁じられているが、保護のために許可を得て飼育することは可能である。巣立ちを終えたヒナと親鳥は、河川敷やため池の吉原などに集まり、数千羽から数万羽の集団ねぐらを形成する。小規模ではあるが、繁殖前や繁殖に参加していない成鳥も、集団ねぐらを形成する。日本においては、水稲栽培において、穀物を食べず、害虫を食べてくれる益鳥として、古くから大切にされ、ツバメを殺したり、巣やヒナにいたずらをすることを慣習的に禁じ、農村部を中心に大切に扱われてきた。江戸時代には、ツバメの糞は雑草の駆除に役立つと考えられていた。人が住む環境に営巣するという習性から、地方によっては、人の出入りの多い地、商家の参考となり、商売繁盛の印ともなっている。また、ツバメの巣のある家は安全であるという言い伝えもあり、巣立っていった後の巣を大切に残しておくことも多い。一方で、車庫や店内などでの営巣による糞の落下の問題や、玄関の内部での営巣により、不在時の戸締まり困難になることによる不審人物の侵入を許す可能性もある。よって、やむを得ず、巣作りを妨害ないし作られた巣を撤去するというケースもある。なお、汚損防止が目的であっても巣を撤去する際に、卵やヒナが傷つくと、鳥獣保護法違反に問われる可能性がある。環境庁の調査においては、ツバメの巣作りを歓迎するという意見が圧倒的多数である。日本では、神奈川県で2006年以降、主単位で減少種として指定されている。また、千葉県では2011年以降、主単位で一般保護生物、千葉市では2004年に要保護生物に掲載されている。また、以上の都道府県で種名ヒルンドルスティカがターリスとして日本版レッドリストの指定を受けている。園を冠した物鳥以外の意味、園、または若いツバメは年上の女に養われている、または付き合っている若い男を指す俗語。ことわざ以下の国家が国鳥にツバメを採用している。以下の地方公共団体が市町村の鳥にツバメを採用している。JR バスのシンボルマーク以下の企業、団体がシンボルマークにツバメを採用している。以下の企業がロゴマークにツバメを採用している。以下の企業がマスコットキャラクターにツバメを採用している。ありがとうございます。